はい、本日のハルミー食堂はいつもとちょっと違った形でお届けします。はい、ということで皆さんおはようございます。今日はですね、このキッチンから私のモーニングルーティーンをお届けしたいと思います。まず常温の水を一杯飲みます。そしたら次は、目を覚ましに、洗顔にシャワーに行ってまいります。よいしょ。この日の設定はお休みの日の設定でお送りしていますが、朝はだいたい8時ぐらいに起きて、のそのそと朝ごはんの準備を始めます。フルーツとね、ヨーグルトでね、最低限ですけれども早速切っていきます。バターを落とし、細くね切っていくのが結構好きなんですよね。なぜならこうなんか量がかさ増しした気分になるので。リンゴはだいたい半分ぐらいかな、半分ぐらいを朝食べて、もう半分は完食にしたりしますね。で、じゃーん、このヨーグルトは本当におすすめです。動物性のものを一切使ってなくて美味しいんですよ、すごく。アレルギーが結構あるので朝これをね安心して食べれるという。で、盛り付けていきます。リンゴもちょっと細かく切って盛り付けていきたいと思います。本当いつもバーティー入れるよ、本当はね。こんな2層に分けないからね。で、これ青汁ですね。いつも朝飲んでる青汁です。じゃん、ベジパワープラス、じゃんこれはでも健康のためかな、できるだけこういうもので補って。皆さん飲まれますか？うん、だいたいコップ1杯分ぐらいですかね、お水を入れて。はい、完成。じゃーん、すごい素敵に写ってる。いただきます。まあね、大体こう現場とか行くとおにぎりとかが多いんですけど、こうやって朝ゆっくり自分で用意できるときはこうやってフルーツと、で大体食べながらインスタしますね。そう、見るだけ、朝は見るだけで、大体更新とかは夜するっていうなんとなくのルールあるんですけども、朝いろんな人にチェックしたりとか、癒し動画見たりとか、そう、下がたまるからね、回してね、最後まで飲んでくださいよ。はい、頑張れ頑張れ。うん、ごちそうさまでした。じゃあでは着替えていきます。はい、着替えてきました。この日はボーダーですね。ボーダー大好きで、ここから出かける前にちょっとサクッと栄養チャージをします。これは AMP っていう米麹のドリンクで、これがビタミン。あ、説明してくれるんだね、ちょっと説明してくれてる。このね、ビタミンがね、いつも飲んでるんですけど、味がね、独特なんですよね。水で流し込み、呼吸を止めております。で、これで流し込むっていう味を感じさせない。ここはもう早業ですね。朝一番気合いに入る瞬間です
朝フルーツ、まあ、ヨーグルトで青汁、あとは米麹サプリメントはもう最近はずっと欠かさず朝のルーティンとして毎日やってます。今日のコーディネートはトレンチですね。トレンチにデニムにボーダーという至ってベーシックな格好ですね。バッグを見せておりますね。この日は黄色で春っぽくしました。どうでしょうか。リングはシルバーで、アクセは結構シルバーが好きですね。でピアスもつけて完成です。行ってきます。行ってきます。自撮りです。行ってきます。バイバイ。